アレキザンダー・アガシーはアメリカ合衆国のエンジニア、海洋学者である、ルイ・アガシーの息子、スイスのヌーシャテルで生まれた。1849年にルイ・アガシーと共にアメリカ合衆国に移った。1855年にハーバード大学を卒業し、1852年、合衆国の沿岸測量部の助手に雇われた。海洋魚類学を専門としたが、 知り合いの E.J. ハルバートが銅の有望な鉱山を発見したことから、鉱山に関する仕事に専念することになった。友人と鉱山の資本を購入し、これは後のキャリアメットになった。1866年までは、父親がハーバード大学に設立した自然史博物館のアシスタントとして働いたが、その後は義理の兄弟のクイーイン c ー、e. ・アダムス賞と銅山の 経営に時間を割き、1871年にキャリアメットとヘクラマイニングカンパニーの社長となった。同校さんの資産からハーバード大学の比較動物学博物館などにの50万ドルの寄付をした。1875年にペルー、チリの銅山開発のための調査で地地価格を調査し、多くの学術的なサンプルを比較動物学博物館のために収集した。 1872年にチャレンジャー号の海洋調査によって集められた資料の調査と分類を手伝った。全米科学アカデミーの会長を務めた。全米科学アカデミーは海洋科学に関する貢献に与える賞、アレキザンダー・アガシーメダルを創設した。ありがとうございます。